はい、ということで、早速、ええ、ゲストの方にご登場していただきましょう。この方ですおっぱいおずきだぜ。こんにちは。<laughs> ミネタミのりやってますいや、すいませんね。<laughs> んいや、素晴らしい。 登場のセリフからもうこれでいや全然ですありがとうございますいや本当にありがとうございますお邪魔しゃいませフルスルトラはいありがとうございますいやはやということでですね三田んと広瀬さんが来ていただいたんですけどもこのねもうもういろんな質問投げかけちゃうかもね道場からいろんなもうねいろんな多分知ってる人はもうね気になっていると思うんですけどどうですか広瀬さんちょっと横で聞いてて今の感じこの感じ大輝くん ういしくないですかいや私あの山下君デク君に初めてお会いしたやつはすげー変な役をやっててすごい変な役って言ったら失礼なグリグリメガネの結構エキセントリックな男の子をやっている役でお会いしたのであのデク君で会った時にやっぱびっくりしました王道だなみた王道だし私デクが一番好きなのちなみにかっちゃんは嫌いなのなんでーなんでー超嫌なやつ 分かりますけどすすすごくっぐでねかりまけどその中にもどこかいいとこ見つけてくださいでもあのだんだん変わってきましたアフレコを経てそうですよね最初の方でかっちゃんのイメージってやっぱそういうイメージは確かに初めてアフレコ行った日にさ1話のさんか完成版のやつを見る日だったんですよ多分そうだみんなで見てるみんな あの回の本当かっちゃんが最悪で。あの、そうですね、一話の彼はちょっといきってました。いきってるように。最低だよと。一話のかっちゃんは。守れない。す守れないよね、ちょっとね、フォローちょっとできない可能性があって。一話二話は特にちょっとね、やっぱり。そうですね。あの、ヒーローの、あの、頑張って書いて、ただオタク知識の本を。 ボーンってこう化して、ポイって捨てるのは。なかなか、本当に、あの後のワンちゃんダイブ結構。やワンちゃんダイブもひどくて。ただ一つ言っときながら、大工君も言ったんですけど、あの、全部燃やしてないんですよね。ちゃんと黒焦げ程度には。そうなの、残してくれて、ちょっと中見える。一応、ちょっと優しさが。まだ優しさが。でも、好きになりました。あの、徐々に。はい。徐々に。徐々に、最初本当に 今放送されたぐらいかそうですねのやつで好きになりました好きになるっていうかあの。こんな考えをしているんだなみたいなしょうがないって子供なんですかはそうなんですなんかでも真っすぐで壁にあったんだなみたいなとこがね